どうも、中野とピロ1ブラッドワンチャンネルです。こんばんは。いやー、なかなかね、連敗しててきつい週だったんですけども、今日はね、まあ、中盤までもつれました。勝ちましたね、マリホです。ソフトバンク対ロッテ2対5でロッテの勝利です。ありがとう。素晴らしい、素晴らしいね、中村選手のね、中村選手のホームラン、これでかかったっすね。同点ホームラン。そしてポラちゃんのタイムリー。ね、ロッテ以上 2安打です。2安打5点。2安打ですけどね。まあ、結構ね、相手のエラーとかね、絡んでたんですけど。ね、中村選手今、ハイライトでホームランやってますから、完璧ですね。そしてカイケル選手がね、初登板ということで、初回ね、一応ちょっと2安打で2失点してね、ちょっとどうなるかと思ったんですけど、いや、それ以降は素晴らしかったですね。その後抑えるということでね、素晴らしかったじゃないですか。いいデビュー戦だったじゃないでしょうかね。5回2失点ね、コントロールがね、僕ちょっと初回全然見れてなかったんですけどね、いい球投げてもいいとこというか、低め低めにいってね、でちょっとまた次回以降も楽しみだなっていうのはありますね。ちょっと振り返っていくとね、今日初回ね、チャンス作ったんですよね。小川選手ワンアウトかフォアボール、そしてね、藤原君の時に盗塁成功してね、ね、めちゃくちゃスタート早すぎて、ね、みんながあーってなった時に、やっぱスチュワート選手投げれずね、そう。で、藤原選手セカンドゴロで、ツーアウト三塁だったんですけどね、外選手がセンターフライということで、こういうところでなかなかね、点が取れないロッテ。そして1回裏ね、ワンアウトか今宮選手二塁打、そして柳町選手にタイムリーという、まあ、また昨日とね、ちょっと同じような展開。そしてまた山川選手にツーベース打たれて、ね、ちょっとな、ちょっとなっていうところだったんですけど、まあ、この後はね、近藤選手、甲斐選手を抑えて、まあ、なんとかこれ2点で抑えれたのがね、よかったのかなっていう思います。そして、2回、ワンアウトがポランコ選手、フォアボール、そして中村選手が完璧な、ね、バット投げでしたね、バット投げホームラン。いや、気持ちいいホームランでしたね。最近ね、先週ぐらいもなんか、いい当たりのファール打ってましたけど、ね。よかったです。で2回はね、7、8、9だったんですけど、カイケル選手3人で抑えましたね。そうで3回も、ツーアウトから柳町選手フォアボール出すんですけど、山川選手、三振ということでね。そうそして4回ロッタ逆に外選手ね、ちょっと心配ですけど、フォアデッドボール食らいまして、ノーアウト1塁だったんですけど、角中さんセカンドゴロ、パランコ選手レフトフライ、そしてね、中村選手、田村選手はフォアボールを選ぶんですけど、友杉さんがね、ファーストぐらい、これはちょっとファースト石塚選手がちょっとうまく取りましたね、後ろ向きながらも。こういうところでやっぱね、ソフトバンクはうまいですね。で4回も海峡選手、近藤、甲斐、牧原を三者凡退、素晴らしいです。逆にロッテも5回は三者凡退。そしてね、5回裏、先頭石塚選手フォアボールね、で川瀬選手バント決められるんですけど、佐藤選手セカンドゴロ、そして今宮選手ね、最後チェンジアップでセンターフライということで、この5回でね、2点ナイスピッチングでした。でロッタ全然ね、2安打だから、この後なかなかやっぱヒットを打たないですよ、もう1安打しちゃう、5回の時点で1安打しちゃってるから、2安打中ね。で6回、裏横山選手が出てきて、柳町選手を見逃し三振、そして山川選手もね、粘られたんですけど、最後粘られたというか 2-3 まで行くんですけど、最後ねスライダー低めに行って三振、そして近藤選手ファーストゴロという、近藤選手はファーストゴロかな、外選手はねファインプレーしましたね。お互い守備はね、いいプレーが多かったんですね今日は。そして、7回裏、沢村投手が出てきてね、先頭甲斐選手にヒット打たれ、牧原選手バント、そして石塚選手フォアボールでね、ちょっと大丈夫かなって中で川瀬選手をサードフライ、そして大体栗原選手出たんですが、これを一塁線ねファーストゴロ、よくね、ちょっとここが結構今日心配な場面でしたけど、よく抑えてくれましたね。そして8回先頭高部選手が、セカンド牧原選手のエラーにより出塁で、小川選手がねまさかのバントねフライになっちゃってアウトになったんですけど、藤原選手が、フォアボールで 1-2、 そして外選手の時にね、割とピッチ、ね、
投げるワイドピッチになるんですけども、三塁セカンドランナー高部選手は、でもスタート良くてサード行ったんですけど、藤原選手がね1、2塁間で止まっちゃったんですよ。でこれでわあちょっとこれはまずいんじゃないかなと思ったら、ホークスがこの強殺プレーを失敗しましたね。藤原選手がまさか2塁に行くという、これはでかかったですね。これ2、3塁、そして外選手敬遠で満塁、そして愛斗さんだったんですけど途中から出たまさかのショートフライ、甘い球だったんですけどね。うわこれはまたちょっといつもの流れかと思ったら、ポランコ選手がね初球甘い球からの2球目、センターオーバーのタイムリーツーベース、3点入りました。ロッテ2安打のうち2安打目、これでね勝負ありかなと思ったんですけども、8回裏通称さんが投げて先頭ね今宮選手レフト前ヒット、そしてね柳町選手はねワンストライクワンボールから3球目アウトコースにすごいいいストレート決まって、まあ、ちょっと逆にその後の球何投げるのかなと思ったら、また次の球をすごいストレート、さらにいいストレート投げて見逃し三振、そして山川選手も、最後スライダーかな空振り三振、まあ、これはいい球いってんなと思ったら、近藤選手ねツーストライクまで追い込んだんですよ。近藤選手がね、際どいところも行ってたんですけどね、見逃されて8球投げてフォアボールという、ちょっとねここはね流れ的に嫌な感じで、甲斐選手もツーボールまで行ったんですけど、最後フルカウントからインコーススライダー見逃し三振ということで、よく抑えてくれました。そして9回増田さんがね、先頭正木選手、先頭だけは出さないでと思ったら、ね、正木選手もアウトコース低め素晴らしいズバッときましたね三振で、この後は、周東選手川瀬選手を抑えてマリホでしたね。ありがとうございました。いやなかなか今日もねしんどい試合でしたけどね、まあ、やっぱ勝つの嬉しいですね。なかなかちょっと日本ハムの2戦目からねなんかモヤモヤする試合が続いてたんで、こうやってね勝利を掴んでくれて本当にいい土曜日になったんじゃないでしょうかというね。明日ね毎試合大事ですから、明日も大事ですからね。明日は種市投手、そして相手は松本春投手、初登板、プロ初登板、左投げファームでは 1.09、 アジア大学からソフトバンク2年目2022年のドラフト5位、23歳、プロ初登板っぽいですね。おお、これはちょっとねロッテが去年は投げてるのか、去年は3試合投げて1回先発があるのか、そうで今年はまだ投げてないからプロ初登板で、今季初登板松本春選手ね、なんとかちょっとロッテねこの、まあ、今日ヒットは出てないですけど流れ的にはねいいと思うんで、頑張ってちょっと明日も松本選手ちょっと打ち崩してほしいなと思います。というわけで中野とピロリ千葉と応援チャンネルでした。今日もありがとうございました。お疲れ様でした。